ダニー・エイケンはバージニア州ロアノーク出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはロングスナッパー。高校時代はディフェンシブラインマニア、クォーターバックとしてプレーした。最終年時にはクォーターバックとしてレギュラーシーズンを9勝1敗、プレーオフで1勝1敗の成績を残した。こうした成績を挙げたものの、どこの大学からもクォーターバックとしての奨学金の オファーを受けられず、ホークユニオンミリタリーアカデミーで、タイトエンド、ロングスナッパーとしてプレーした。バージニア大学では、マイクロンドンヘッドコーチの下で、4年間、ロングスナッパーを務めた。控え、タイトエンドも務めたが、パスキャッチは1回もなかった。2010年までには、全米の大学屈指のロングスナッパーとして、スカウトに注目されるようになった。2011年5月、 バッファロービルズとドラフト外フリーエージェントで契約を結んだが、同年8月ウェーバー公示された。9月4日にニューイングランドペイトリオッツに加入し、2009年以降4人目となるペイトリオッツのロングスナッパーのレギュラー及び緊急事業のタイトエンドとなった。この年、チームは第46回スーパーボウルに進出、スーパーボウルでもロングスナッパーを務めた。 ありがとうございます。